三輪哲平が平行棒に挑んでいきます。はい、三輪選手も最近年力をつけている選手の一人です。マクーツ E 難度しっかりと支持姿勢を見せて演技を行っています。マクーツヒーリーから棒下ひねり E 難度です。倒立は足先まできちんと伸びている。はい、ベーレ D 難度です。ここからバブサー高い実施です。チッペルと D 難度丁寧に演技を行っています。この後は新しい折り技 E 難度を用意していると話していた三輪、はい、屈伸2回宙返り着地止めました。大学1年生でこの安定感というか、はい、この落ち着きっていうのは素晴らしいですね。日本代表監督の水鳥監督も次世代のエースになれる存在と話していました。 14.766 現在2位です。